中島体育センターであります。ライトが点滅しております。これから選手の入場を待っております。中央のリング、30分1本勝負、6人タッグマッチを迎えております。佐賀クローコートで颯爽と入場してまいりました。メキシコの選手です。お姉さんの方、エステル・モレノが紹介されました。動きの速いメキシコの選手に混じって、今日は青コーナーに登場してまいりました高橋美香であります。照明が変わって格闘技光線が交錯しております。入場、これから赤コーナーに選手が入場してまいります。華やかな演出であります。全日本女子プロレスはただいま北海道各地を転戦中であります。このところ全く休みがありません。選手も相当に疲れ切っておりますが、どの会場も満員のお客様、これが選手にとっての大きな励みになっております。出されましたリング上に赤コーナーの選手、そして今選手紹介が始まっております。男性ファンに今絶大な人気があります井上貴子、そして実力者豊田真美が紹介されました。場内が明るくなりました。改めて6人の選手であります。豊田真奈美、吉田麻里子、そして井上貴子、一方エステル・モレノ、そしてシンティア・モレノ、これはメキシコの兄弟であります、姉妹であります。そして高橋美香、これは阿部さん、やはりあの動きの速いね、うん、メキシコ選手と高橋美香相手にどういった試合をですね、トヨタ吉田井上がやるかですね。今ね、両チームともね、うん、あの技巧派というかね、はいはい、技対技のぶつかり合いと、その中でどれだけスピードがこう優劣を決めると思うんですけどね。見どころいっぱいですね、はい、さあしかも試合の方は30分1本勝負であります。おお、早くも息上がっております。吉田そして井上コンビ、さあ登場しておりますのは、これは妹さんの方でしょうかね、エステル・モレノ、そしてシンティア・モレノ、両選手であります。まあ、あの年齢も一つか二つしか違いません。共に若いメキシコの選手であります。井上、強烈なドロップキック、とにかく動きの速さで定評がありますメキシコの選手であります。しかし井上貴子としてもなかなか気の強い選手であります。顔に似合わず気が強い。今日は相手にとって不足はありません。試合開始前から随分やりがいがある試合だと緊張しておりました。さあまた今度は豊田真奈美の登場です。うん、ドレスのブレンバスター当然この赤コーナーの方はやはりトヨタが、リーダーになるんですよね。そうですね、はい、私ね、あの63年組ね、による、まあ、井上貴子と吉田、それから井上京子ですね、はい、井上京子ばっかりこう目指したんですけどね、うん、ここに来てやっぱり吉田、井上貴子がぐっとこう力をつけてきましたね。そうですね、このね、あのジャパングランプリの今年の休日ですね、はい、それにもこの2人も参加しますからね。ああ、そうですか、はい、今吉田真理子が登場しております。さあモネの登場しております。青のコーナーであります。青コーナーには
メキシコの姉妹が2人、そして今お姉さんの方の登場ということになりました。エステル・モレノ選手であります。吉田麻里子がエステル・モレノに捕まった。ロープに飛ばされておりますがどうでしょうか。あーっとこの辺りであります、十分にお客様をね沸かせます。そういったテクニックを持っております。しかし今日は吉田も負けておりません。そういえば吉田とそれから井上貴子、今井上貴子がですね全日本 のベルトを持ってますけどもね、これに吉田麻里子8月に確か後楽園で挑戦が決定してるって話ですよ。あ、そうですか、楽しみですね、ですから吉田にとっても大きな今励みになっているでしょう。そして挑戦を受ける井上貴子であります。井上貴子、さあどうでしょうか。高橋美香、そしてエステル・モレノ、今度は高橋が登場してまいりました。今日はメキシコの2人と組んでおります。高橋美香、さあお互いに長い髪の毛、そして今コーナーポストに上がったのが豊田真奈であります。これまた長い髪をしております。さすがにこの辺りになりますと動きが変わってまいります。見どころいっぱいです。そして今吉田にタッチいたしました豊田真奈美、高橋美香、そして吉田の対戦となっております。30分1本勝負、6人タッグマッチを迎えております。札幌中島体育センターであります。アスカから見てこの吉田麻里子ね、今多く成長したという話がね、ありましたですけども、どんなところが良くなりましたですか。そうですね、もともと持ってる従来の女子プロレスの良さっていうものをね、本当に身につけてますから、それがやっとリング上でこう慣れてきたといったらお母さんの表現ですけど、リング上でそれを表現できるようになったっ、なるほどね、表現できるようになったという今話がありましたけども、阿部さん、表現できるっていうのはやはりプロレスの場合大切なんですよね。そうですね、いいものが出てきてるんですよね、やはり自分がやろうとしていること、思っていることがねお客様に伝わらなくちゃ、こういった格闘技ってのはなかなか湧きませんからね、そういった意味でやはりある程度キャリアが必要であります。塩野さん、その吉田麻里子、僕もね、こう気に入って一押しの選手の一人なんですがね、今日このエステル・モレノ兄弟いますね、この、姉妹とですね、この程度自分の空中殺法が通用するかどうか試したいなって話をしてましたね、これは苦しそうです ねこれもメキシコの技ですね、ロメロスペシャル、釣り天井が炸裂しております。吉田麻里子なんかにとってはこういった技をね食うというのも一つの大きな経験であります。そして今度は高橋美香登場してまいりました。ここまでやはり青のコーナーやや優勢のうちに試合を進めているって感じですか、阿部さん。そうですね、エステルの出番が多いと、エステルがねこうキレのいい技を出すと、いい感じでこうリズペースに入れてますね。そうなんですね、もっと助けに行った方がいいんですかね。じっとタッチロープを握ってね手を伸ばすっていうのがこれが基本なんでしょうけども、しかしもう大ピッチの場合はこの際ねカウント以内に戻ればいいんですからね。そういうのがプロレスの場合はあるんですからね、今トヨタマネミがやっと出てまいりました。そうなんですよね、ある程度どん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 出てこないピッチャー、なかなか角界生まれません。たくさん、さあ相手はエステル・モレノ、トヨタマナミ、相手にとってこれまた不足がありません。強烈なドロップキック、両足を揃えて綺麗にカウンターになって入っています。また入りましたトヨタマナミ。こういった日本の選手のタリアのドロップキック、あるいはミサルキックというのは効くでしょう。一回転でやります、遠くへ飛んでしまいました。ダブルアームスープレックス、これも入った。大技を連発しておりますトヨタマナミ、日本流のレスリングの代表格トヨタマナミ、十分にエステル・モレノ、今のはヘッドバッター空中から鋭く飛んでおります。カウントは2であります。村山第一レフリーカウント2を入れました。さあ再びエステル・モレノロープに振って、今度はどうでしょうか。吉田を使いました、トヨタが吉田を使いました。
さあ今度は吉田お返しの番であります。高橋味方出てまいりました。まず水平に落としました。髪の毛を掴んでもう一回ロープに振りました吉田。今度はどうでしょうか。また落としました。ああ、そしてエルボーを落としている。縦横無尽であります吉田。ちょっと足がロープにかかっておりました高橋美香。そして井上、今度は高橋美香のお返しか。この辺りの動きは高橋美香。さあ場内はもうリング上の熱戦に息を呑んで観戦であります。シーンと静まり返っている感じ、十分に熱戦に引き付けられてますね。そうですね、はい、予想通り の, あのスピーディーな展開ですね。いいですね、はい、全日本女子プロレスの原点であります。今日はスピーディーな試合展開。さあエステルモルの登場しました。井上どうか。井上貴子、おっとうまく料理できるかどうかであります。巻き投げ、もう一回ロープに振る。スピードに負けていない。踏み込んでまた行きました。この辺りはうまいぞ。ああ、互角に戦っております井上貴子。さあ出番が終わって今度はトヨタ部の身の登場であります。トヨタどうするか。まずクロスチョップ、そして髪の毛を掴んで今度はおっと反撃だ、捨てるもののこの野郎という。この人は日本語がとってもうまい。そしてエプロンでさあ反撃に転じようというエストロモレロ、どうするか。あーっと2人一点にまとめました。この辺りが真骨頂、エストロモレロのうまいところであります。30分1本勝負、6人タッグマッチ、全く目が離せません。さあ6人の選手がリング上であります。おーっとどうなるか。エストロモレロが捕まりました。吉田、そして井上、豊田に捕まった。さあ3人攻撃だ。これは3人ドロップキック、エステルモレロたまりません。場外に落ちました。一気に飛んだ、飛んだ、これは見事やりましたね。阿部さん、井上頭打ちましたよ。ちょっと、井上ちょっと頭打ちました。同時ですね、はい、そして今度はうーんとモレロが飛んだ。シンティアが飛んでいっております。はい、シンティアが飛んだ。そして今度は吉田が飛んだ。十分に見せ場を作っております。大したもんだ。これは勇気がいる。そして今度は高橋美香、いやリング上残っているのが捨てるもののどうするか。さあ一気にこっからいった、いった、いやダイビング一番、捨てるものの見せ場を作ります。ちょっとあのメキシコスタイルはなってますけどもね、今のも同士打ちだったんですからね。そうなんですね、さあ今度は吉田がエステルモルノを捕まえて、井上が飛ぶか。井上貴子一気に飛んだどうか。これは決まってます。そして豊田真奈美、ニャンロープから強烈なミサイルキック、顔面を捉えました。面白くなりました。さあ後ろで手を固めてどうか。あージャパニーズオーシャンがどうでしょうか。ちょっと体勢が崩れたがカウント3が入った。豊田真奈美連打の好投であります。やりました。さらにね、止めを刺すように一発キックを入れました。豊田真奈美、そして吉田真理子、井上貴子、今勢いに乗っている3人が力を合わせました。吉田真理子、いやなかなか明日香、はい、面白かったんじゃない。面白かったですね。よかったね、各選手一人一人頑張ってましたから、うん、そうなんだよね、いや一味違う素晴らしいタッグ戦を展開いたしました。豊田真奈美、そして吉田真理子、井上貴子、素晴らしい試合を見せてくれました。そしてまあエステル・モレノも、それからシンティア・モレノもやはりあの敗れたとはいえさすがといったね、メキシコのテクニックを遺憾なく発揮しております。見事な技と技とのぶつかり合いに終止符を打ちました3選手がこちらに来ています。おめでとうございました。いや最後のジャパニーズオーシャン、ちょっと体勢崩しながらもね決めましたけど、どうですか。今日は絶対にジャパニーズオーシャンで決めようと思ってたんで、ちょっと崩れちゃったのが、もったいないんですけど、まあ、でも今日はよくね引っ張って試合を進めてたんじゃないですか。全然なんか引っ張っていけなかったんで、あの3人でやるのとかも全部バラバラになっちゃったんで、じゃあこれからの課題ですね。はい、はい、まあ見事な闘志2人とも見せてくれましたけど、まず井上選手今日はどうでしたか。今日はトヨタさんのキックが一番勝ちに結びつけたっていうかだと思います。はい、吉田選手、はい、どうですか。すごい汗ですけれども、
途中やられっぱなしになっちゃったんで。